ちましたけども、3月31日閉校になりました。貝塚市立第五中学校の体育館を練習場所に使わせていただいております。ここから言いましたら本当に車5分ぐらいですので、市の名前は違いますけども、ここは本当に地元みたいなもんです。でこれからの予定考えたら、5月になりましたら木更津、姫路、というと、もうこの本当に仙南の方今日踊り納めになるんじゃないかなと思っています。でご紹介ありましたように、クラシックの音楽から入りまして、曲がガラッと変わります。チーム全体変わり目が大好きで一生懸命踊っています。皆さんも一緒にお楽しみください。ではよろしくお願いします。
終盤になります。